今これから進入規制しないとフェンダーが当たるというところを乗せてタイヤを、まあ、対角状態にする。脱輪今そこ縮みをね、制しないとタイヤが上がった時にほらすっげーおいなんか別のとこが当たってますね別のとこ当たってるおー隙間があフェンダーが当たっちゃったよ当たってる当たっちゃったフェンダーが見てみようおっワンワンしてるチューブラリンですよ、チューブラリン。見てる。ほら、おいしいぞ。ほら。ナインチアップぐらいですか、これ。ナインチアップわかんないけど、アメリカントラックみたいだぞ。アメリカントラックこれ取れてくるんだろう。飛び降りないといけないですよね。オーバーザトップ。オーバーザトップのトラックだぞ。ほら、これがもう完全に今。ほぼ当たってますね。でこれでタイヤもダメになるし、フェンダーもダメになるし、うん、なんだここで。現代タイヤがブロックが噛んで進まなくなっていうことがあるんで、うん、ちなみに今この状態向こう側を見てみよう、うん、カメラマンはこの青い JB6N でおなじみの月桂樹さん、はい、はい月桂樹です。完全に浮いてる、うん、チューブラリン。ほら、あ、後ろもね、こんな感じで、あ、これカンペが当たってますね、これダメだ。で、なんの昭和ガレージの、うん、このバンプラバー、お、ね、長い大容量バンプラバー、うん、これをちょっと前行こうか、あっといったらいい、こっといったら申し訳ない、純正がこの月桂樹サイズ、ね、ありがとうございます。これが月桂樹さんのサイズで、うん、これが捜査官のサイズだから、うん、この差があると、なので縮んだ時にこれが当たって規制されるということですね。うん、そうですね。ちなみに月桂樹さんのはもうついてると。あ、私のついてます。なので、今日はやり方を月桂樹さん聞きながらやっていこうかなと、うん、いいんですか私でできれば今ライトやってる人の方が詳しいからもっと整備士だからまあちょっとやってみようかなと、うん、で、なんでここで今やるかといったら、これやるのにやっぱりコイル外すので、うん、でっかいジャッキとか馬とか、ね、必要になる、うん、けど持ってない人の方が多いと思うんだよ、うん、なのでない人はこういうところでできるんじゃないかという試み、うん、やってみましょう。手順としては今浮いてる、うん、でブレーキホース緩めるで、ショックの上を外した方がいいと、うん、いうことなので外す、うん、そうするとタイヤが落ちてきてブレーキがちぎれてしまう可能性もあるので、うん、ここにジャッキを挟んで、うん、つっかえ棒にして、ジャッキでちょっとずつ下げていこうと、そしたらコイルが外れるので、うん、このゴムを入れ替える、うん、入れ替えてだけの作業、うん、合ってる、うん、口で言うのは簡単です。おい手で持ちよ、これスムーズ合ってないぞ落ちてこなければ、うん、あんま上げすぎると今度、なるほど、どんどん傾いてきちゃうんで、あ、ほら、だってよ、ほら、うん、これ大丈夫で、ショックを外す、うん、ショックを外すのは、これは12 2つ、はい、皆さんにアドバイスするとすれば、最初に工具は全部出してるといいぞ、うん。あ、それは分厚い、いける、外れればいいんだろう。あれ、これ14じゃない？かかんないってことはもう一個上ですね、うん、14、おっと、サイズが違う、騙されたぞ。そうなってくるとまだ宝探しがすぐ見つかったぞ。お、宝がすぐ見つかった、うん、え、ここだけで回んない？多分ダブルナットなんで、ほら、あ、回った回った、あ、それだったら回れば OK です。大胆、いや、緻密な計算に基づいてますよ、うん、ちなみに皆さんやるときは車が動かない位置で、うん、サイドブレーキもきっちり引いて、できればギアも入れた方がいいですね、
あ、ちょっと外しといた方がいいかもしれないです。あの、ショックが抜けた時にポロンってどっか行っちゃうんで。なるほど、うん、上の全部ゴムと、あと皿みたいのがあるかもしれない。皿あるね、うん、それも全部できれば。あれ俺今気づいたけど、うん、サングラスいつもと違うぞ。皿といえば皿を思い出した、うん、これで落ちてくるね。皿と言われて皿を思い出したぞ。ちゃんといいもの持ってるじゃないですか。あ、ちゃんとマグネットにくっつくやつだ。これちゃんとマグネットくっつくやつだ。ただたまにこういうところに置いてバーンと外すとこのマグネットだけ残ってくる。意味がない。外れたと、うん、で、こいつをね、うん、ちょっとうまくプライヤーで、これはハマってるだけでしょ、うん、うまく引っ張れば、引っ張るかダメだったらちょっとうまく、もう硬っ、叩くか、マイナスとハンマーでコンコンってやるか、マイナスとハンマーってマジよね、マイナス？ちょっと頼りないなそれ。できれば貫通がいいですね。貫通。これしかない。あ、高値はあるよ。あ、高値でもいいですよ別に、はい、ただ飛ばさないようにパキンって。はい、あ、さすが高値探し名人がいたぞ、うん、で、ある程度来ればもうピコンと飛んでくるんで、もしあれだったらフライヤーで、うん、あ、だよかった、飛ばなかった、はい、うん、そうするとこれが緩むと、うん、少し余裕が出る。トイレ外すぞ。はい、下ろさないと、はい、先に言え。ちょっとこれで微調整しながら、うん、ホースをちょっと見ながら、これホースをちぎれると帰れなくなるので、うん、慎重に。ノンストップでは帰れるけども、うん、ブレーキが効かないので、うん、大変危険。ここキャンプできるから大丈夫っすよ。止まってけって。明日また同じことになるじゃないですか。戻るはずね。まだもうまだですね。なんでこけよ。ちょっと待って、まだですよってここの前でじゃあ言ってくれよ。この段階でまだだって言ってくれよ。じゃああれも聞いてないよ。あ、浮いちゃった。やっちゃった。タイヤ落ちてこないぞ。なんかどっか突っ張ってるんですね。でもここねないから、うん、下に落っこってくる理屈上は、うん、何も仕掛けない。うん、少し体重、タイヤに体重かけてもダメ。あ、なるほど。あ、ちょっとグイグイってやりながら。あ、外れるぞこれも。ああ、きつい。うん、見てくれ、結局人の手借りてるぞ。、うん、これ、あ、お、抜ける。どうぞ、これどっちかにずらして、で、ホース気をつけてくださいね。これエアロッキングのホース、これここ干渉する、うん、あるんで気をつけてください。こっちじゃなかったかな、外すの。向こうに外せ。だけど手前じゃないと多分こっちはこれが、うん、ホースが邪魔で外せないんで。向こうには、こっちは。お、あ、一回あ、奥、うん、奥どうだろう。戻らなかった。どれ。ああ、すみません。ああ、手前でも大丈夫そうだ。お、来た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 。見てくれ、3人がかりだぞ。全然参考動画にならないぞ。大きい設備がない人が一人でできるようにっていう参考動画なので、せっかくなんで一人でやってください。俺。一応嘘じゃないでしょ。嘘じゃないです。ありがとうございます。で、これを外す。それ多分引っ張れ、取れないですか、ね、引っ張取れないですか。こっち引っ張る。うん、こっち引っ張るの。普通にグリ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 ってやれば、確かハマってるだけですよ確か。カッターで切っちゃおうよ。出てきた。お、出てきた。なんだこれ。あ、ちぎれた。ちぎれたの。え、これちぎれてるの。ちぎれてる。ちぎれた。ちぎれた。どうすんの。これでもちぎれてます。どうすんのよ。ちぎれた。そういうもんです。うん、大きさ比較。はい、大きさ比較。こんなに違う。これ昭和ガレージ。これ鈴木、うん、大都市。ちぎれてる。ちぎれてる。あの先っぽがあるんですよ、ここ一応。先っぽポッチが。多分そこに詰まってるんで、中にスポンってこう。で、これをつけるの。みんなダイナミックすぎない。それがボルト。うん。こういうことかな。あ、ワッシャーとかあるから。刺して。あの、バネが2本だって大丈夫ですか。なんかクリスマスのハンドベルみたいです。チリチリチリ。
言い出せ、こんなの。あれがないと。あ、長いエクステンションが必要なんです。あ、持ってないかも。あ、それでいける？ちょっと周りぐいとつしょえ協力者の皆さんたちな公開整備、うん、困った時はお互い様。あ、来た来た来た、ウィンディで、あ、これ忘れる、入れてで、納豆、あれだから6納豆なんで、多分手でやるとどっかで硬くなってくるんで、はい、で、ラチェットで回す、ガリ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 、はい、で、これ回すと、うん、ひたすらどんどん、はい、あれ落ちたよ、はい、メス、はい、汗汗もうかきまくってるよ。これ結構回さなきゃダメだよ、こんなグラグラなの。そうなんですよ、結構頭で結構出ますよ。ん、頭結構出ますよ、頭のボルトの頭が。しょうがない、黄金の右使うか。ああ、ありがとうございます。俺の第三の手が出てしまう。千手観音ですね。こっちもラチェットやりたいけど。どう？うん、閉まってきますよ。どう？うん、あ、ついてる。バッチリ。うん、これで規制ができます。意外と柔らかいね。うん。まあいろいろ何種類かありますんでね、はい、お好みで。そうね、はい、なんか60って書いてある、60、あれだ、10メガネじゃん、メガネを使う10で、それで始めましょうか。一応本締めということで、まあ下回ってるからいいやで、コイルどこだ、はい、あ、持ってます、向こう、あ、すみません、はい、そう、そんな感じで、はい、そうそう、その調子いいね。パンで、回すと入れやすい時あります。回すと回してネジを入れるような感じ。あ、とりあえず入るわ。うん、おお、さすが、うまい。イライラ棒とか得意なタイプの人。あ、ですかね、本当に。おー、来た。来た。入った。バッチリ。問題はあれ、そんなにきつきつ締めてないから緩まないかどうか。あ、一応だけど緩み止めですか、このナットが。なるほど。うん、これが。で、上げてショックを固定。あ、結構上がりましたね。うん、これで OK かな。うん、で、はい、あ、多分出てくるんで、はい。こうじゃなくて。ですよね。危ない。名誉のために間違ったってことは言わないぞ。一応ね、親切やってくれてるから。ね、足りないし、サングラス曇ってきて、多分穴の位置が合ってないんだと思います。だからちょっとショックをグリグリってやりながら、ちょっと揺すって上に来ないですか。もしかしたらネジで突っ張ってるかもしれない。てか、そのくらい来ればネジも見えてるんで、うん、とりあえず締めていけば、一応言っときますけど、マネされる方は自己責任でお願いします。うん、ブレーキホースと配線とエアロッキング、うん、ね、この辺のホースとか配線切らなければ、で、ブレーキホースを戻す。はい、そこ、うん、これです。はまるとこにしかはまんないんで。ここもいらないでしょ。で、あとカンカンってやれば。お、うまくいった。ほら。はい。あと、納豆忘れないので、もう一個ある。納豆？もう一個はダブルなんで、ここ。忘れたぞ。ショックの上。まあ、こんな感じ。うん。これ3つはまた次回というわけにいかないので、とりあえず前がこんな感じ うん、で今対角してるので、うん、ちょっと後ろ見てみよう、うん、後ろは多分すぐできる状態なので、これね、この三角形のとんがりコーンみたいなのが、うん、ここで止まってる、このボルトで砂だらけだけど、今見えるかな、こいつ緩めると、緩める、あの、この、これを緩めると、
自然と緩んでくる。それがネジになってる。それがネジになってるんで。まあ、これを回せば、取れると、うん。で、新しく足入れるだけ。回して。もう楽勝だな。と思うぞ。じゃあ、ここの砂を払う必要はなかったと。うん、そうですね。で、これはどう回るか。なんか、ウォーターポンププライヤーか、怪力のある人か。ウォーターポンププライヤー。それか、パイプレンチか。パイプレンチ？専門用語ばっかり言いやがって。英語やめろ、英語は。筒を回すもの。なるほど。わかりやすいぞ。かけやすいところで。行くぞ。やっ。あれ。意外と硬いときは硬い。これもしかしたら鈴木のリコール案件かもしれないよ。硬すぎてっつって。ちょっとあれなんかハンマーかなんか叩いて。よし、来た。よし、一旦動画を止めよう。あ、大丈夫、そこはその辺はいくらでも動画で。回してるぞ、回してもらった後に叩いてるぞ。一応ね、ありがとうございます。なんか裏技使ってた。うん、あの怪力という裏技を。なるほどね、ステロイドってかもしれないな。あー、ちょっとやばいやつ、ちょっと砂が噛んでるんで硬い可能性がありますね、もしかしたら。あれ、うん、いや、なんだ、手で回るぞ。まあ、ある程度行けば。はい、お茶さん。お、いちご。で、美味しそう。また、はい、比較こんなにまた違うと。お、長さが倍ぐらい違うね、昭和ガレージさん。うん、なんか09、うん、09ですね、これね、ナンバー9。そうですよ、60でしょ。あ、これ600かもしれない。600なきゃないだろ。ボケにボケをかぶせるな。で、同じ風に戻すと、で、戻すならこっちはリアはこの短いボルトでね、ボルトでこうして、こうね、今入れる、で、これ入れる、これで OK で、なんかこれ月見さんの話によると、リアもコイルの中に入れる方法あると。そうです、ちょっとね、プラスアルファしないといけないんですけど。なるほど、その方がただ、なんだろう、コイルの向き、あのバンプラバーの向きがあっちゃこっち向かなくて、そう、ちゃんと規制すると、だ、時間とか余裕のある人はそっちの方がいいかもしれない。あら、抜けねえじゃないか。工具が中に残ってしまうのは危険です。柔らかいやつよかったぞ。はい。あ、落ちた。はい、これでリア完成。ちょっとリア。落ちた、落ちた。おお、バッチリ。バッチリ。うん。これで沈んでくれればバッチリ規制してくれますね。いや、こっちでタイヤの内側に起こった。じゃあ。ちょうど良いんで、オーバーフェンダー外れたっぽいんで。あれ、全然効いてないぞ。おバカさんになっちゃった。まあ、ダムネープで貼れば、なんとかなるんで。応急処置。はい、忘れると。あ、はい、光ったまま。で、一回避けて、今度反対側を。うん、出す。これでいけそうな気がする。行くぞ。また。指出せ、しゃがみろ。まあ、この、長いのは必要みたいね。うん、ないと。まあ、ホームセンターでね、買えるもんなんで。あれ、なんかさっきより楽だな。見えてるし。なんで？そこ、ちょっと、穴が違います。ちょっとガチに間違えて恥ずかしいぞ。あ、それは楽だよな、こんな手前に。入ってる。ガチで間違えて冷静に突っ込まれる、こんな恥ずかしいことないぞ。誰でも失敗はあります、失敗は成功のもと。 OK、 ほら、もう本当に3分ぐらいで終わったでしょ。あ、ごめんなさい。ガッチリで、残り1個。
なんか、ま、なんか絵がすごいって言ってるから、俺が真っ白いで、ちょっと見てきてくれ。ん？その間に終わるから。ほうほうほう。意味が分かった。安全の裏側。何？くの字になってます。人がくの字になってます。人がくの字になってる。あっち側のそのバンプタッチを取っていってもらおうかな。バンプタッチ、うん、実際ほらさっきつけたとこ今縮んでるわけでしょ。お、効いてる。タッチしてる。はい。フェンダー当たってない。フェンダーはだいたい指2本分ぐらい空いてますね。お、指に1本分、2本あるかないかぐらい。じゃあもう早速効果が、うん、出ていると。出てますね。しっかり潰れて犠牲になってくれてますね。加賀ですよ、加賀。お、ありがとうございます。お、それはどこですか。パーツクリーナー。ヤブカバリアン。でかい、でかい。え、そのホースどこだっけ。あの、別に止まってるだけなんで、引っ張る、切らないように気をつけてください。変に手前引っ張るのないなんで、ちょっと奥、うん、白いのが奥、この白いのがね。覚えてる、はい、白いのがオフィス6、はい、持ち上げるか足掛けて。さっきより効いちゃってんな。うん、さっきよりかはちょっと。これいいバネだぞこれ、うん、すごいな。フレーム上げるピナッテのちょっと後ろぐらいで、はい、ああ、そういうことか。はい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 、これ持ち上げば。俺は全然理屈が分かんないですわ。フレームを上げる、ここを浮かせばいい、浮けばいい。フレーム上がる、ああ、そっか、うん、あ、そっか、だからボディが上がっていけば。ちょっと俺疑問に思ったんだけど、ここでやる意味あるこれ。今頃これあのご視聴者のね、皆さん感じてること、俺自身も感じてるんで、いちいち言わなくていいですよ。普通にやった方がいいぞ。あーもう限界、パンタが限界。さっきより、さっきよりかはまだ。いやダメだね。うん、こんだけ上がれば、あとはその今引き絵取ってしまうから、もう折ってもらって、ジャッキ上げてもらって、カメラ持ってもらって、ヤブカバリア吹いてもらって、痛手に尽くせり。こんなに大作業かこれ。大作業になってるけど、ね、昭和カレンジさんすいませんね、僕じゃなかったらもっとスムーズできるんでしょうけど、私は皆さんの手を借りてね。よいしょ、よいしょ。朝飯前でこんなもん。さっきより伸びてる、伸びてるんですね。またちぎれたやだな。あ、もう自分も両方ちぎれたと思います。ちぎれたぞ。ちぎれた。すぐちぎれるぞこいつ。はい、あ、昭和狩りさん、やっぱりいい作りしてるわこれ。よく考えられてるよ。ガタつけなくきっちり。2回目だからね、さすがに、うん、スムーズに、うん、でここでラチェットってまた、うん、締めてありがとうございます。あ、すごい調子がありがたいね、うん、俺一人じゃ何もできないから本当に、うん、俺言っとくけど、ね、やっぱ長期と幹部がいてね、職が成り立つわけだから。なんか難しい言葉。劉備玄徳だよ俺は。そんなに人望ないっていうか、やがましいわ。何も言ってない。月桂樹さんはじゃあ諸葛孔明ということでね、いい？すいません、わかりません、なんだかわかりません。まあでも諸葛孔明こんなバカじゃないからいいから、ちょうどいいじゃん。相当パワーが、ボルトが切れそうですね。はい、はい、切ったことあるからやめとこう。あ、あるんだ。じゃあもうあとはバネを。あの、俺ほんと前も言ったけど、深夜タイヤ交換してて、これ2本ねじ切ったから1本ならなんならしも。PCD がちょっと違った、若干。ああ、PCD、ピッチじゃないですか。幅とか、半額。PCD はそこです。そう。それが違ったの。ネジのピッチじゃないですか。違う、PCD。PCD が違く、え、入るんですか、PCD 違くて。微妙なの。114.3 っていうの必要でしょ、うん。トヨタとか、国産。あ、国産、ね、114。で、アメリカのビュイックっていう車で、115だと。0.7 ぐらいだから、あ、入るだろうと。そういうこと。誤差だろうと思ったら。あ、先にバネ、バネ、バネ。何の
ぱね。さっきよりか隙間があるから。いける？うん、かもしれない。ちょっと入れてみないとわかんない。入れづらかったらちょっとバネを回転させんと。ローション、ローション欲しい、ローション。ペペ。うん、ペペはいいでしょ、別に。ペペは。お、来た。来た。なるほどね。まあ、結局ジャッキ使ってるけどな。だけどこれは、うん、そう、車載のね、車載のジャッキですか。そうそうそう、ゲッキーさんナイスフォロー、うん、で、そろそろタイヤが設置するんで、うん、そうすると下がってくると思う。上に上げて引っ張って、あ、だいぶそうですね、届かないんでどうしようもないんで、うん、じゃあ仕上げはバックして、もうちょっと縮ませて、うんうん、さ、そうすればタイヤが乗るんで、そうするとグッて上がってくるんで、頑張、はいはい、ります、うん、オッケー、もうそこまで来れば平気。あ、出てきてる。そうそう、出てきてる。ショックが、うん、ショックの棒が、ショックの棒がすごい出てきたんで、これでやりやすいです。いや、本当に皆さんのおかげで、うん、ね、まあ普通にやった方が早いよっていう勉強になったと、うん、急がば回れ、うん、ただ普通にやるにも、そうだから、要はでかい馬とかジャッキ買わなきゃダメっていう状況の人はこっちのいいかもね。まあちょっと時間かかっても、うん、そうそうそう、本来は馬かけてホーシング下ろしていけば、うんうん、その前にホース類をちょっと、うん、だから馬がいくらぐらいだろうね、まあ、安いのでネットで2000ぐらいで売ってるのかな、片方で。ただあんまり短いとジムニーだと馬がかからないより、そこそこ大きいのじゃないと。じゃあ4000円ぐらいとして、うん、ね、そんな4000円払うぐらいだったら、うん、このブロンコに4000円払って、うん、遊びながら、そう、オッケー、よし、あとこれ刺しておしまい、うん、はい、よし、完成、完成したぞ、完成完成、ありがとうございます、無事やり遂げることができました。一人でできるもん。一人じゃ無理だなこれ。声が裏返って。一人でやる場合は慣れてる方が、それなりの設備があってぜひやってください。まあ、とりあえずローバーガレージの、提供いただいた、この大容量バクラバー最高だぞ、うん。以上で捜査を終了する。最後もやっつけだぞ。はい、じゃあ、ケンさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。